禁止問題でね、四択問題、この括弧の部分、正しいやつ選びなさいっていう問題なんですけども、でも音の形を考えてみようでやってみるっていう、これにじゃあ答えを言ってみて、はい、そしたら今日はこの問題を使っていくんですが、立命館大学の実際の入試問題から持ってきました。Hello there! 始まりました。はい。ですけども、今回はですね、はい、英語教師にですね、森哲がテコ入れするシリーズ第2弾ですね。はい、果たして私が口出ししたら授業は良くなるのかっていうね、検証ですね。まあ、竹原先生でやったんですけども、はい、ありましたもんね、そこね、と思いましたんですけども。はい、で、今回はですね、井上先生の授業を見てですね、はい、そこに、僕のネタを入れたら果たしてどうなるのかっていう感じで、はい、より良くなるのか悪くなるのか持ち味を消してしまうのか、はい、どうなのかっていうのをちょっとね、はい、見ていきたいと思っていますので、はい、じゃあ質やりたいと思いますので、行きましょうか、ドキドキ入ってなかった大丈夫よろしくお願いします。はい、はい、そしたら今日はこの英文を扱って疑問詞に関する話をしていきたいんですが、これ実際立命館の入試問題でね、4択問題、この括弧の部分正しいやつ選びなさいという問題なんですけども、選べないんですよ。かつ答えがこれですって言われても、なんでこんな語順になるんですかってよく質問でくるんですよ。今日はそれにお答えしたいなと思います。あのね、下に書きました。ポイントとして、これはこの4択問題のせいやし、ここからみんな読んでいく英文読解においても、何やこの文章ってなった時には、ぜひこの使い方マスターしてみてください。疑問詞が混じってる英文出てきた時、分からなかったら一度肯定文に戻してみてください。戻してみる、 OK？そしたら今まで見えてこなかったものが見えるはずなんですよ。やってみましょうか。今回は Do you think is ほにゃららってついていますが、もともと Do you think って言ってんねんから、 Do you think なんでもいいよ。中学1年生思い出して Do you think って言われたらなんて答える？ I think って返しますよね。だから元は I think で、ほにゃららほにゃららついていくねんけども、 I think ほにゃららこやつが分からなくて後ろ続いていってるわけで、今回ね、ここの部分が分からないから What に変わって前に行っとって、で I think もちろん聞きたいから疑問文の語順で Do you think になってるという感じです。元に戻してみたら、最初ね、何回も何回も What do you think is? What do you think is? っていうのを蹴ったやんか。やけども元に戻してみたら、メカニズムとして、あ、もともと I think ほにゃららが一番難しいもんだと考えてた、ここの部分がわからないから What になって前に行ってるんだなっていう理屈がわかるかなと思います。この部分に限らず、他の文章を見た時にもわからなくなったら、一度元の文に適当に単語を入れるのでいいですから、当てはめて考えてみてください。なるほど。そした。多分、はい、比べると思います。自分だったらこいつら。ああ。してみて。でも音の形を考えてみようでやってみるっていう。これにじゃあ答えを。はい、そしたら今日はこの問題を使っていくんですが、立命館大学の実際の入試問題から持ってきました。 ABCD それぞれ他の選択肢がなんでダメなのか言っていきましょう。まず A、 Do you think that's the biggest challenge ほにゃらら。この後は余分なやつだからカットしてるねんけども、これね、 Do you think thatthat って後ろ SV 主語動詞っていうのをつなぐ役割やねんから、ここいきなり biggest challenge だけやったら文できてないですよね。ということで、まず A 最初ダメになります。 OK、 で次 B 見ていくんですが、 Do you think what it is? なんか正解感すごいけどさ、これダメなんですよ。なんでかというとね、このさ BCD 共通していますが What がありますよね。
What って何がって意味やねんから、この文章の中においても品詞、具体的に言ったら名詞の役割をしないといけないねんけども、 Do you think、 ここまではいいでしょ。 What it is the biggest change、 文構造どうなってるか分かりますか。だって It is、 It is って言ってて後ろ繋がんねんから、 Biggest change って C できちゃってるでしょ、文できてるでしょ。だったらこの What なんなんてなるやん。だからこの B もダメですよっていう感じ。OK? あともう一個 B ダメな理由があって、これライティング大事な人特に注意してほしいねんけど、そもそも Think っていうのが Think What っていう形を取れない。これ覚えておいてください。 What do you think ほにゃららという感じはいけるんですけど、 Think の目的語として What 使うことができません。やるんだったら Think of What とかやったら OK です。いいですか、注意しておいてください。で、あとはじゃあ C、D どっちでしょうかっていう感じやねんけども、 D 行くんですが、これね、ちょっと分かりやすいにこの文続き書きますね。で、Do you think is the biggest ほにゃららっていう感じで続いていくねんけども、これね、 think、V、まあ動詞でしょ。で、目的語なんですかっていう、こういう風に名詞説を作ってるねんけども、もし D の文が OK になってしまうんだったら、この think っていうのがさ、もともと What 分からない文が前に来てんねんから、 V の目的語2つになっちゃうでしょってなったら、2つになることなんかないねんから文としておかしい。だから余った C が正解になるんですが、これも同じ感じで、なんで C が正解なんか丸暗記するのダメですから、しっかりメカニズムマスターしていきましょう。ということで画面切り替えました。今回の問題、具体的にはむしろ学校の教育において一番の問題は何ですかっていう問題なんですが、例えば I think bullying is the biggest change。 bullying はいじめという意味ですが、今回はここの部分が聞きたいから何っていう意味で What に変えます。ただ I think what is ほにゃらら、いけそうな気がするけども、よく考えてね。例えばいつ行ったんですかって言われたら When did you go ですよね。どこへ行ったのって言われたら Where did you go ですよね。わかりました。疑問詞っていうのは前に持っていかないといけないので、このままじゃダメです。 What を前に持っていきましょう。 What I think is ほにゃらら。で、あとはここね、 I think っていうのを聞きたいな、最終的にどう思いますかって聞きたいねんから、 You think じゃなくて Do you think に書き換えてあげて、 What do you think is the biggest change、 消してクリアにしましょうか。消してみたら What do you think is the biggest change、 最後を忘れずにクエスチョンマークをつけてあげたら、先ほどの選択肢 C の英文が見えてくると思います。こんな感じで、あ、答え C なんだって言って何回も何回も口出すだけじゃなくて、そもそもなんでこの語順になるのかというメカニズムをしっかりマスターして英語を勉強していきましょう。このままじゃダメなのは分かりますか。一夜一だって、例えば昨日じゃない、いや本気じゃなくて You think、 You think じゃなくて聞きたいねんから Do you think ね。 What do you think って考えてあげて、あとはここのやつ消したら見えますか。消したら What do you think is strange think、 同じような感じで What に注目してほしいねんけども、 Do you think 思いますよね。で、今回ここの部分が Do you think 本やこうこうこうだと思いますっていう感じになってるねんけども、あ、わかんなくなったあかんとつまいった。Do you think が2つ目的を取っちゃってる。 think 2つ目的を取っちゃう。 Do you think って言われたらなんて答える。I think って、ごめんなさい聞き方やった。 Do you think って言われたら I think って返しますよね。あ、これでどんどんやっていこうと思って、全員分やってテコイルチャンネル、テコイルチャンネルテコイルチャンネル切ればいいなと思って、はい、Hello there、 始まりました。はいはい Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.